be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. なあ、はい、なあなあなあ、なんだよ、なあ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 、なんだよそれは。すごいでしょこれ。何これ、なんかね 3D で、うん、写真が撮れるフィルムカメラ、はい、3D で写真が撮れるフィルムカメラ。めっちゃ混乱するでしょ。どういうこと。なんかね、ここほら3つこうやって見える、これレンズが3つついてて、はいはい、で3D の写真が撮れるんだわ。要するにそういうことなんだ。そういうこと。それしか言いようがねえ。面白いじゃん。面白いでしょ、うん、多分ね、撮った方が分かりやすいと思うから、はいはい、今日はこれでいろいろ写真撮っていこうかなと思ってる。よっ、こっち見て。あ、いいね。無駄に1枚使いましたけど。雑か。久しぶりにフィルムカメラ使ったけどめっちゃ楽しいわ。ちゃんまりもどう？撮ってる？楽しいね。楽しいだろう。うん。たださ、うん、思ったよりガンガン撮ってるからすぐフィルムなくなっちゃうよ。確かに。24枚しかないよ。あっちまで行ってみよう。おい。ちゃんまりがめっちゃ進んでいく。テトラポットの上に乗ろうとしてるの、あの人。どう？テトラポットの上に登るの。大丈夫、炎上しない？炎上しないよ。テトラポットの上くらい。子供が真似したらどうするんですか。それ沖縄住んでたら子供も大人もみんなテトラポットの上乗るさ。いやしかし暑いよ今日。なんかジメジメしてるね。うん、気温そんな高くなさそうだけどなんか暑いな。うん、ていうか観光客少な。まあちょっと緊急事態宣言も出てるっちゃ出てるんでね。そうだね、独自のやつだけどね、まあ、一応マスクもして、はい、みんなマスクしてて偉いね、ちゃんとね。そうやね。はい、大輔さん、なんちゅう顔してんの。ちゃんとした顔して。熱いよっていう顔してた。行くよ、いいですか。いい、本当にいいですか。いいよ、一回しか撮れないよ。一回きりなんだよね。あ、撮っちゃった。なんていう顔、ね、なんていう顔を今撮ってくれたんだ私。来たよ、ヘリコプター。ヘリコプターと一緒に撮ろう。止めるか。あー、米粒みたいなのが一個入っただけだったわ。今こっちから撮ったけど絶対意味ない。お、ちゃんまりがいい場所見つけたね。いい白い台だ。ここで撮るか。シャキーン。もう俺ノールックで撮っちゃうからね。マジで。行くよ。行く行く、ノールック。あ、行けるかな。怖いよ。撮った。どうなん。ちなみに今のでラスト1枚なんだよ。嘘でしょ。上行こうか、あそこ。ああ。あの人が今いるところ。行きましょうか。よし、ここまで行くぞ今から。着いたね。ラス位置を撮るにふさわしいんじゃないか。ねえ。なんかラストって感じだわここが、うん、まあ、真っすぐまで行ってみよう。うわー綺麗だな、久しぶりにここ来たな。マジで3週間ぐらい家からすぐそこなんだけどね。あ、いいね、いいんじゃないここラスト撮るのに。いいんじゃないね。え、終了。全部使い切っちゃった。早い。あ、いや。20分ぐらいで終わっちゃったよ。フィルム楽しいわ。なんか瞬間瞬間だから。そうだね。なんかピャピャピャって気軽に逆に撮るね。そうそうそう。デジタルだとさ、どうしてももうちょっとベストがあるはずってやっちゃうじゃん。うん、そうやね。いいね。さ、あとはだよ。うん、これを現像に一回出して、うん、戻ってきてどうなったかっていうのみんなと一緒に見ようか。そうやね。うん、楽しみ。オッケー。まだ見たことないよ、うちらもこれ。見たことないんだよね。うん、ちょっと後で帰っての楽しみにしましょうか。はーい。さあ、ということで、うん、出来上がりましたよ、写真。おお、楽しみだったよ、俺この日がマジで。あのね、加工を私が担当しましたけれども、うん、なかなか楽しいよ、この写真。あ、加工必要なの？あ、そうそう、アプリでね、うん、このデータを取り込んで、写真の、うん、で、ピャッてやると 3D になる。面白いね。面白いよ、うん、ということで、じゃあ早速見ていこうか。お、で、写真がこちら。
はい、こんな感じで出来上がりましたよ。うん、面白い。面白いよね。うん、動画とも写真とも違うっていうのがなんかいいかも。なんかね、うん、なんとも言えない感じでエモいよ、これ。ね。ね。なんかお気に入りとかある？ある！あのね、これ声でかまずこの観覧車と撮ってるやつ。あー、これいいよね。緑と青空と観覧車っていう嘘みたいなコンディションだった完璧な一枚やっぱり。そうそうそう、ちょっと旗入るのが嫌だったけど、まあ味かなと思って。うん、まあこのね、なんかちょっと失敗かもっていうぐらいもまたね、フィルムカメラの良さかも。そうそうそう、直せないからね。でね、それからね、うん、もう一個が、ね、ホームセンターの駐車場で撮ったこれ。あー、なんかこのごちゃっとしてる感じがさ、フィルムカメラと相性良くて、うんうん、いいなと思って。この横に見切れてるのなんだろう、フォークリフトかな。フォークリフトこのごちゃごちゃ感、また後ろにうちのキャンピングカーも映っとってえな。そう、それ眺めてるおっさんも映ってるから本当だ、このおっさんずっとさ、うちのキャンピングカーの周りぐるぐる見てた。あー、なんかいたね、巨大な白人さんが気になったんだろうね、はいはいはい、きっと好きなんだろうな。これちゃんまりのスタイルの良さも出ててね、俺の中でかなりお気に入りかな。確かにめっちゃ足長く撮ってくれてるでしょう。ちゃんまりは、私はね、うん、あ、これ、あー、これはもう完璧だよね。自分の写真選んでちょっと恥ずかしいいい顔してんじゃん、なんか、うん、いい顔してる。なんかこのレトと合う、そうだね、この表情自体が。レトの見本にありそうだ。ありそうありそう、背景も含めてね。そう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 、テトラポットとさ、カラフルな建物が、うん、海も映ってるし、ええやん、青空も映ってるし。 あとね、うん、これこれよ。あー、はいはいはい、米粒飛んでた。そうそうそう、ヘリコプター映んないじゃんこれって言ってたけど、うん、ちゃんと映ってたんだよ ね。しかもちゃんと判別できるぜ。あ、そう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 、え、だって羽も3枚映ってるもん。うん、そうなのよすごい、意外とちゃんと映ってたから意外と映るね。なんかベストショットやなと思って。うん、うん、いいいい。ただね、こんだけいい感じに撮ったけどね、うん、これだけマジで申し訳ない顔、すべては顔いやさ、あんなに私さ、うん、いい顔をずっと待ったのにさ、うん、最終的に撮ったのこれっていう ね、あの動画で見たと思うんだけど、うん、あのシーンね、あんなに笑顔を引き出そうとして最終的にこれなのよ最高の間抜け面だね2020年ベスト間抜け面決定でもこの顔も好きだよ。ありがとうでさ、俺これを撮ってて思ったんだけど、うん、やっぱフィルムっていいなって思った。スマホとかさ、デジカメで撮ると、うん、どうしても何回も撮り直し聞くから、うん、一番いいショットしか残らないで、はいはいはい、でも結構思い出ってなんか一番良くないショットにもいっぱいあったりしてさ、あ、これ、あ、これとかこれを見て後から笑ってこう楽しめるじゃん、うん、そういうのがいいなと思って。確かにね、綺麗、うん、に撮るだけが写真じゃないなと思った。うん、うん、まあ、失敗もまた思い出ってね、うん、言うもんね。そうそう、なんかさ、うん、今回さ、お互い結構カメラ渡し合いながら撮ったじゃん、うん、これもまた楽しかったわ。ああ、そうだね。なんか結構ね、うん、彼女だけ写真撮るとか、うん、逆に彼氏だけ写真撮るとかみたいな話よく聞くんだわ、うん、それでなんか私の写真がないんだけどみたいなさ、うん、こうやってお互い撮りやっこするのも楽しいよね。ああ、いいかも、デート盛り上がるわ、うん、ね、うん、またレトモってお出かけしたいね。そうだね、うん、面白かったわ、うん、一個一個考えながら撮るのもまた楽しかった。ああ、そうだね、うん、次回はなんか夜のさ、うん、こう繁華街とかゲーセンとかでも撮ってみたいかも。ああ、そうだね、今回さ、フラッシュ大抵撮らなかったもんね。そうそうそう、ということでね、今回私たちが使ってたレト 3D のカメラ、概要欄にね、購入リンク貼ってあるので、よかったら見てみてください。ということで今日は以上ですかね。うん、はい、以上です。バイバーイ。バイバーイ。そっから大輔さん、ん、このカメラを持って行きたいところは？ディズニー私も行きたい絶対楽しい、普通に行きたいところ、絶対いいの撮れる。ミッキーこうやってカタ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 って動くんで、めっちゃ楽しい。それ絶対いいじゃん、持ってこう絶対ね、それいいわ、うん。